はご多忙の中、国の内外から多くの専門家の方々にお集まりいただき、ありがとうございます。本国際ワークショップを開催するにあたり、一言ご挨拶を申し上げます。東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けまして、環境省では、除染、災害廃棄物の処理、住民の健康管理などの施策に全力で取り組んでおります。健康管理においては、福島県が実施している県民健康管理調査を全面的に支援し、福島県民の皆様の健康を中長期にわたり見守るべく、必要な施策に取り組んでいるところでございます。この国際ワークショップは、OECD/NEA、福島県立医科大学、そして私ども環境省の3社共催で行われるものであります。OECD/NEA は、国際機関の立場から放射線防護の知見を集めており、福島県立医科大学は、県民健康管理調査の実施におきまして、中核的な役割を果たしており、両機関の関係者の方々には多大なご尽力をいただき、また、我々が事故後の対応を考える上で、大きな多大な知見をご提供いただいていると承知しております。本日、健康調査の内容及び結果について、国際的に共有され、科学的に議論されることは、とても意義のあることでございます。とりわけ、関心が寄せられているのは、甲状腺がんについての評価であります。福島県では、事故当時18歳以下だった約36万人の方々全員に、甲状腺超音波検査を実施しておりますが、現在までに33名の方ががんと診断されております。専門家によりますと、これらは放射線の影響によるものではないとされてはおりますが、その理解でよろしいのか、国内外の多くの目でご評価いただくことを期待しております。その他、血液検査等、超音波検査以外の検査が必要か、あるいは事故時18歳以上の方の甲状腺超音波検査は必要か、あるいは福島県外で甲状腺超音波検査は必要か、といった疑問に答える有意義な議論を期待しております。国内外の専門家の方々の活発なご議論および交流をお願いいたしまして、3日間にわたるワークショップの開会の挨拶とさせていただきます。私ども福島県立医科大学は、福島県の委託を受けて、福島第一原発事故後の福島県民の健康を見守るため、県民健康管理調査を2011年7月より始めました。原発事故後の福島県民の健康状況を把握し、しかるべき対策を適時適切に取るために必要と考えられる調査ないし、検査を組み合わせて実施しております。すなわち、原発事故後4ヶ月間の外部被曝線量を推計する基本調査が、超音波により子どもたちの甲状腺の状況を把握する甲状腺検査、避難地域等の方々の健康状況を把握する健康審査、避難地域等の方々の心の健康度や生活習慣を把握する心の健康度、生活習慣に関する調査、そして事故当時、妊産婦であった方々の健康状況を把握する妊産婦調査の5つを行っております。約3ヶ月に1度、県民健康管理検討委員会に中間報告を行っておりまして、その内容等は福島県のウェブサイトの方に公表しているところでございます。この中間報告に対する新聞などの報道、
あるいはコールセンターとの問い合わせから見ますと、甲状腺外炎の心配が一番大きいようであります。これはチェルノブイリの原発事故後に子どもたちが甲状腺がんになったという事実が広く知られているからだというふうに考えております。今回、世界の専門家が集まり、チェルノブイリの事実はどうだったのか、チェルノブイリでの甲状腺がんの研究で分かったことは何かなどが報告されます。その上で、福島でも放射線の影響によって甲状腺がんが発生するのか否か、もし発生するとすれば、いつ頃からどの程度予想されるかなどの議論がされるというふうに考えております。また、福島で大規模な甲状腺超音波検査によって見つかった甲状腺がんに関する発表などが予定されているところでございます。今回のワークショップにより、多くの方が持っている放射線と甲状腺がんについての疑問が解決され、世界及び日本の科学的な知見に基づきまして、福島の現状が正しく理解されることを希望して、私の挨拶といたします。OECD の原子力機関を代表いたしまして、今回、この放射線と甲状腺がんに関する国際ワークショップに皆様をご歓迎申し上げたいと思います。まずはじめに日本の共催をしていただきました環境省、そして福島県立医科大学院に対しまして御礼を申し上げたいと思います。また今回この3日間のワークショップに参加をいただきます各専門家の先生方に御礼を申し上げたいと思います。この機会を得まして、私の方から今回非常に悲惨な福島第一原子力発電所事故によって避難をされている方々、2011年3月以降でございますが、特にまだ非常に困難な避難生活を送っていらっしゃる方に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。本日は世界各国この領域におけるトップの専門家の先生方にお集まりいただきました。そしてこの非常に重要な分野における最新の情報をお話しいただくことになっております。このテーマというのは福島県庁にとりまして、また福島の県民にとって、そして日本の政府、特に環境省にとって大変重要なテーマとなっておりますし、また日本国民全体にとっても大変重要なテーマであります。実際この放射線と甲状腺がんの問題というのは専門家、そして世界各国の専門家にも注目を浴びているテーマであります。そういった理由から今回の会議に関してはウェブキャストを行うことになっております。原子力機関参加30カ国の人たちにもウェブキャストを介して参加をしていただくことになっております。質問を出していただくことになっております。 CRPPH という放射線防護公衆衛生委員会というのが NEAA の中にありますが、今回の非常に重要なワークショップにはこの委員会が中心となってテーマ参加をしております。この CRPPH というのは基本的には放射線防護の専門家であり、医学専門家でありますがありませんけれども、しかしながら過去20年にわたってこの委員会では放射線防護の意思決定にいかに関係者の関与を得ていくかということについても検討してまいりました。私たちの国、加盟国の多くの国の中におきましては、この放射線防護の状況というのは非常に難しい、そして多くのレベルにおける意思決定が必要となっています。政府、専業、そして市民による意思決定ということが必要になっております。こういった経験の検討を行ったということから、我々は多くを学ぶことができました。いかに関係者を全てのレベルにおいて関与させていくか、そして彼らの懸念についていかに耳を傾け理解をしていくかということ、そしてその人たちを支援するために放射線防護の科学をいかに活用していくかということ、そして社会を救っていくかということ、そして時によって大変難しい意思決定をどうやっていくかということについて学んでまいりました。これに関しましては5回にわたって国際原子力緊急時演習を行いました。私どもエアニックスと呼んで
でもでありますが、1993年以降5回にわたってこの演習を行ってまいりました。またそのほか大変有名になりました3回にわたってのワークショップがスイスビリゲンで行われたものがあります。これは98年、2001年、2003年に実施されております。これは初めて、関係者の関与ということについての検討したワークショップであります。そしてその他チェルノブイリ以降の復旧に関する作業、そして、放射線防護意思決定における科学と価値というワークショップを開いてまいりました。最後のこのワークショップは2012年の11月東京で開かれております。私たちが今回このワークショップに対して参加をする、そして貢献をするというところに関しましては、こういった経験を皆様にご紹介するということがあるかと思います。そしてこの中で特に日本の文化の中において役に立つような側面についていかに意思決定をしていくかということについての話をしていきたいと思います。これは文化的な側面がさまざま異なるものがあります。 NEA には31の加盟諸国があり、この文化的な差異というのは非常に大きな役割を果たし、そしてこれを活用することによって信頼、そして透明性を構築することができ、そして受け入れてもらえる、そして持続性のある放射線防護意思決定ができるというふうに考えております。繰り返しになりますけれども、皆様今回のワークショップにお越しいただきまして本当にありがとうございます。実りあるワークショップとなるということを期待したいと思います。科学的に大変興味の深いところだと思います。皆様本日は誠にありがとうございます。